町開作は、岩手県伊沢郡金ヶ崎町西根にあった、平安時代の豪族安倍氏の上作。国の史跡に指定されている。町開作後は、北上川とその支流の伊沢川の合流点から、西北西約 2.5km 地点で、伊沢川北岸の地点に位置する。伊沢川を挟んで約 2km の地点には、伊沢城跡が所在する。 金ヶ崎段宮の南先端に立地し、低地との飛行は約10メートルである。その台地は、沢田川等の自然の沢で形成された三条の海石国によって四つに分かれ、北から縦海道南、原天下、鳥海、二宮後という地名が残る。その規模は南北約500メートル、東西約300メートルと推定される。別名八三郎館。 前9年の役は、栄翔6年、陸津守藤原昇人と、安倍智義との武力衝突から始まる。合戦の際、安倍智義は、源頼地下の勧誘に応じた、安倍富忠と戦い、流れ屋に当たり、この作に帰り死んでいる。公平5年9月11日、現時、清原連合軍に攻められ落ち作。衣川関の陥落後。 安倍氏はこの作によるが、戦わずしてさらに北の栗屋川作へ走り、最後の交戦をした。栗屋川作、大名戸作を陥落させたことにより終結するが、その後、五三年の役を経て、欧州の支配権は、藤原清平に始まる欧州藤原氏へと移ることとなる。11世紀前半中頃の安倍氏の時代は、平泉を中心とする。 欧州藤原市の時代の前史と位置づけられる。1958年から2012年まで19回に渡り発掘調査が行われた。1958年から1965年までの西根遺跡調査は、金ヶ崎町教育委員会が岩手大学の協力を得て調査を実施し、50棟を超える縦穴住居跡が検出されて注目を集めた。 1972年、1975年は、東北縦貫自動車道整備に伴い、岩手県教育委員会が発掘調査を実施し、矢倉城建物跡や堀、塀跡などが検出された。中でも堀は、大地を分割する北端の谷とその南側の谷との間を結ぶことが確認され、長さは145メートルに及ぶ。移行の時期や巨大な堀の存在から、 この遺跡が伝承通り、超解作後である、可能性が高まった。1979年は、国道4号金ヶ崎バイパスの整備に伴い、岩手県埋蔵文化財調査センターで調査を実施し、縦街道古墳群等が検出された。これらの調査を踏まえ、2003年から2012年まで、史跡としての保存を目指し、金ヶ崎町教育委員会によって、 確認調査が行われ、紙面ひさし付け掘ったて柱建物跡や、縦穴建物跡、堀などが検出された。原天角域の南東端からは、他2エ L 字に結ぶ堀が検出され、方形に区画された大地からは、東西方向の掘ったて柱建物が2頭、検出された。堀からは11世紀中頃の弾きが大量に、出土している。 遺跡北部の縦街道南区域からは、東西16.50メートル、南北12.58メートルの四面ひ差し付きの掘ったて柱建物が検出された。この建物は、中列が整然と並び、床塚の柱,の柱穴と、ス佐痕跡のある小土階が出土から土壁で床張りの建物だったと考えられる。北側のひさし中列から、円形土製品や鉄製品、 中上高台の土器底部が付近からは水晶玉が出土しており、建物に対する何らかの儀式が行われた可能性が考えられる。この建物の南側では桁雪1軒、両行2軒の掘立柱建物が近接して検出されており、建物の軸線がほぼ一致することから一体の建物であった可能性も考えられる。建物の時期は、 出土した弾きから11世紀前半と考えられる。移行の状況等から、この建物は政治、儀式に関わる中心的な建物と推定される。江戸時代の知事である安永風土時は、この地が懲戒咲く後であるという伝承を伝えており、大正時代には懲戒咲見取り図という絵図も調整されている。平安時代に書かれた 道の句話式には、安倍氏が設けた十二の作が記されているが、その中心的な作が、長快作である。あずまなどには、鳥海三郎宗党とあることから、安倍智義の三男宗党が、作主と考えられている。安倍氏の勃興期から、前世期にかけての状況をよく伝えているのみならず、律令国家による支配から自立し、 平泉で結実する欧州平泉文化の起源を知る上で重要である。また、史跡大鳥居山遺跡や史跡流の御所遺跡などとともに、東北で成立、発展した館のあり方や都市計画の展開を知る上でも重要であるとして、遺跡は2013年10月に国の史跡に指定された。東北縦貫自動車道水沢インターチェンジから国道四号線を北へ車で、 約5分、ありがとうございます。